ゆきまるくんを紹介します。どうぞ。かわいいね。今もうゆきまるくんすっごいですよ。奈良県でね、一番大人気。誕生日はやっぱり犬なのでワンワンということで1月1日生まれでございます。もうすぐですね。でもあのゆきまるくんの略歴がすごい。平成25年6月王子町公式マスコットの認定を受けられまして、同じ年の8月になんと王子町観光広報大使に就任されました。そして同じ年の11月にはゆるキャラグランプリ2013年第760位。そして翌年26年の2月には奈良日日新聞主催の第4回県内ゆるキャラ大集合の大投票でなんと優勝してます。そしてその11月にはゆるキャラグランプリ2014年、すごいすごい、前の年760位だったのがなんと11位に上がってる。おー、